バイオリン用に炭酸度高いタ単調に移調されたボカリーズの冒頭部分。歌曲の原調は英派単調である。セルゲーラ・フマニノフのボカリーズ作品34から14は1915年に作曲、出版されたピアノ伴奏付きの歌曲。歌詞のないボカリーズで歌われる旋律と淡々と和音と対旋律とを奏でていくピアノの伴奏が印象的である。 ロシア語の制約を受けないためもあって、ラフマニノフの数たある歌曲の中でも最もよく知られた曲となっている。また、作曲者自身による還元楽版をはじめとして様々な楽器のために編曲され広く演奏されており、調整についても原曲の英派短調のほか、古短調、異短調のものなどがある。ボカリーズの作曲に先立ち、まずピアノ伴奏付きの歌曲集である。 13の歌曲集、作品34が1912年に完成し、1913年に、グートへ、イリシャから出版されていた。この歌曲集はラフマニノフが1912年2月から、文通を始めた若い女性の詩人、マリエッタ・シャギニャンに紹介された詩などにより、同年夏までに、イバノフカにおいて作曲された。13曲のうち10曲が、 当時の有名な歌手に検定されており、残る3曲のうち1曲は、シャギニャン、2曲は個人に、モスクワで行われた、クーセビツキーコンサートにおいて、ボカリーズは、アントニーナ・ネジダーノバのソプラの、作曲者のピアノ伴奏により初演され、成功を収めた。なお、作品は初演者のネジダーノバに検定されている。初演が行われた後、ラフマニノフは、 コンストルーベからの提案を受けて、ボカディーズを還元楽用に編曲した。これには、ソプラノ読書と、還元楽による弦聴の番と、還元楽のみによる補ン調の番の2種類がある。その後、アルカディ・ドベンスキーによる、ソプラノと還元楽、弦楽合奏の2種の編曲、ヘンリーウッドによる還元楽編曲などが行われ、現在では、 ピアノ伴奏による気楽ソロやピアノ独奏、果ては無伴奏サクソフォーンのものやテルミンによるものまであり、およそ編曲対象になっていない楽器がないのではないかと思わせるほど多様な編曲が行われている。ロシア音楽に共通の憂いを含んだ調べは、この作品においてはバロック音楽の特色である紡ぎ出し動機の手法によっており、短い動機の畳みかけによって、 息の長い旋律が導き出されている。鍵盤楽器による伴奏が、もっぱら和音のレンダーに徹しながら、時折対旋律を奏でて、瞬間的なポリフォーニーを作り出しているのも、初期はロックの物理様式を思わせる。旋律の紡ぎ出し部分は、ラフマニノフが愛した、グレゴリオ聖歌怒りの火の歌い出し部分の借用に他ならない。また、表紙の変更こそ参見されるものの、 不協和音や先方の多様を知りけて古典的な明晰な調整感によっている。西洋的な手法や素材を用いながらも民族的な表現を可能たらしめているところにラフマニノフの面目薬所を見て取ることができる。現状は英派探長であり、出版府ではソプラノまたはテノールのためと明記されているものの実際には大抵リリックソプラノによって歌われ、 テノール歌手が取り上げることはほとんどない。また最近では稀にボーイソプラノやカウンターテナーによっても上演、録音されている。高音は3点 A ファトにまで達するが2点 A で止まる別の案も作曲者によって提案されており、楽譜上には両方が書かれている。他の歌曲やオペラアリアと同様、現代では大抵高い方の旋律が歌われる。ラフマニノフの ボカリーズは作曲者の生前から非常に人気が高く様々な形に編曲されてきた。ありがとうございます。